はい、皆さんおはようございます。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日は7月31日日曜日、聖霊降臨節第9主日の日曜日の朝を迎えました。そう、毎日暑い日が続いていますね。皆さん元気ですか？7月の最後の日曜日となりました。それでは今日も一緒にお礼拝を始めましょう。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。共に賛美歌を歌いましょう。今日の主法を持っているお友達は主法を、子供賛美歌改訂版を持っているお友達は子供賛美歌を開いてください。賛美歌の115番、この花のようにを一緒に歌いましょう。この花のように、お日様を浴びて、すくすく育つ子供にしてください。この花のように、みんな優しく香る子供にしてください。この花のように神様の愛をそっと表す子供にしてください。共に7月のリタニーを祈りましょう。主法を開いてください。7月のリタニー、違うと同じと書いてあるお名前についたリタニーです。皆さんは A と B って書いているところ、そして一緒にとみんなって書いているところを読んでください。共に7月のリタニーを祈りましょう。7月のリタニー。神様は私たちを違うように作られました。違っているから個性が光る、違っているとバラバラだ。神様は私たちに同じを与えてくれました。同じだから協力できる、同じでないから仲間にならない。違うと同じは面白い、違うと同じは難しい。神様は私たちに一つも与えてくれました。一つの約束、一人の救い主、そして一つの食卓へといろいろな人を招かれます。神様、私たちは祈ります。違うを喜び合いますように、同じを祝福できますように。共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、
心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、今日も新しい朝をお与えくださりありがとうございます。今日もみんな元気にここに帰ってくることができました。ありがとうございます。7月最後の日曜日を迎えました。また新型コロナが増えてきて、せっかく夏休みになったのに気軽にお外に遊びに行けなかったり、また旅行の計画も変更しないといけなくなったりしています。神様、少ししょんぼりしてますが、それでもあなたがみんなのことを守ってくれると私たちは知っています。どうか一人一人お守りください。みんなこの夏休みも元気に遊びながら過ごすことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。はい、共に聖書の御言葉を聞きましょう。今日は新約聖書です。ペトロの手紙1章の3節から5節までです。ペトロによって記された手紙。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。神の御言葉。はい、今日の箇所もなんだかいろんなことが書かれてありましたね。ペトロさんのお手紙です。何を言ってるんでしょうか。共に聖書を開いていきましょう。そう、今日の箇所はイエス様の弟子のペトロさんが書いたお手紙です。教会のみんなのために書いたお手紙でした。今日の箇所を読んでいて、あれ?と思ったお友達はもしかしたらいるかもしれません。今日の聖書の最初の言葉、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。そう、ちょっと一瞬あれ、間違えて一週前の聖書の手法を持ってきてしまったのかなと思いました。そうなんです、今日の聖書の言葉の一番最初の言葉は先週の聖書の箇所とほぼ同じ言葉が語られています。神様が褒めたたえられますようにという言葉です。これは神様のお名前を呼んで神様に栄光がありますようにと祈っているお祈りの言葉なんです。今日のお手紙を通してペトロさんは私たちに、神様は私たちのために朽ちず、汚れず、しもばない財産を受け継ぐものとして、ちゃんと私たちの宝を天国に蓄えてくださいますよと言ってくれています。そう、朽ちず、しもばず、朽ちず、汚れず、しぼまないもの、どういうものなんでしょうね。例えばこんな暑い夏がずっと続いていると、お庭のお花たちはすぐお水をあげないとヘロヘロになってしまいますよね。すぐにしぼんでしまいます。つい昨日までは元気だったのに、お水をたった一回忘れただけでヘロってなってしまうんです。しぼんでしまうんですね。でも目には見えませんが、神様は
そんな水やりを忘れたお花のようにヘロヘロにならずに、朽ちず汚れない賜物を、またしぼまない賜物を、宝物を私たちのために準備してくださっているんです。え、僕もらってないよと思いますよね。そうなんです。神様が与えてくれる宝物は私たちの手に乗っかるものじゃありません。目に見えるものじゃないんです。私たちのために天国に備えられているものです。その宝物は救いと言います。早く見たいよね手に取りたいよね。でもね、まだ見れません。大丈夫です。ちゃんとみんなが天国に帰ってくるのを天国で待っていてくださいます。神様はいつまでもずっとちゃんと取っとくからねと言って待っていてくださるんです。私たちはその宝物が目に見えないから、手にも取れないから、神様本当に待っててくれるのかなと思います。え、神様って本当にいるのかなと思ってしまいます。でもね、ちゃんと準備されているんです。それを信じて神様のことをしっかりと見つめて歩んでいきましょう。ではお祈りをしましょう。手を合わせて目を閉じて心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、あなたは私たち一人一人の名を呼んであなたのもとに導いてくださいます。今日私たちは天国に蓄えられている大切な宝物、朽ちず汚れずしぼまない大切な宝物が天国にしっかりと準備されていることを教えてもらいました。私たちは目に見えないとすぐにまだかなと思ってしまいますし、本当かなと疑ってしまいます。そんな弱い心を私たちは持っています。しっかりと目には見えないあなたの姿を見つめながら、元気いっぱい天国を見つめて歩んでいくことができますように、どうか私たちを祝福してください。ウクライナの平和を求めて祈りを合わせています。どうかこの地上に平和をお与えください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。はい、感謝の献金を捧げましょう。それでは共にイエス様が私たちにこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わさず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、
アーメン。共に神の栄光を称えましょう。唱詠の25番、賛美歌の25番を共に歌いましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。これでお礼拝終わります。ありがとうございます。そう、今日は7月最後の日曜日となりました。夏休み入りましたね。みんな元気に過ごしてますか？新型コロナもまたちょっとずつ増えてきて、この東中野教会も8月いっぱい教会を閉館することになりました。子どもの教会のお礼拝も8月中はお休みになってしまいました。またみんなと会えないのが本当に寂しいですが、それでもこうやってオンラインでこの東中野教会のお友達だけじゃなくて日本全国のお友達と会えるのが本当に嬉しく思っています。そう、夏の間もお礼拝また続けていきますからね、一緒にお礼拝をしながら過ごしていきましょう。それでは今日の礼拝これで終わります。ありがとうございました。それではまた来週の礼拝でお会いしましょう。